はいどうも、VIP です。やってきました、VIP です。よろしくお願いします、VIP です。ということですね、本日はですね、ライジングスカウト引いていきます。はい、こちらですね、ライジングスカウト、まあもうこれ来たら引かずには入れないでしょうね。だいたい4回目までには当ててるんで、もう今回は絶対に14回目まで行って全部 S 出します。はい、もう全部出す、マジで。早く終わりすぎたらちょっとまたなんか企画考えます。はい、もうとりあえず早速引いていこうよ。まあこれね、自チームは確定してないので、はい、もう早速いきましょう。狙いの選手はいないですね、特に。はい、大丈夫よ、ね、とりあえず1回目は大丈夫でしょう。怖いわ、ちょっと待って、フラグいつもここでね、テレテレってなるからね。行って超えるからね、この 4% の壁を。 3% か、最初は大丈夫やね。 OKOK、 飛ぶな。怖いよ、怖いよ、セーフ。よかった。いやマジ怖い、ちょっと待って、14回目までほんまに行って、今回はサムネ詐欺したくないよ。2回目、 5%、 うわ 5%、 怖い。あざした、もう早いって、マジでほんまに。なあ、なんだそんな 5% ポンポン引く。なあ、ヒートアップスカウト2倍の時そんな怖へんぞ。なあ、で誰が出る、狙いおらんぞ。もう星選手はゲットしたもん。俺は安明も放送外で引きましたもん、僕は。はい、育成がいなくてね、育成選手がいなくて。あ、ここ、おお、陽川選手、もう1枚、おお、2枚引きした、マジか、ナイスナイス。はい、ということですね、ちょっとね、早すぎたので、ガチメンバーでね、リアタイしたいと思います。まあガチメンバーというか、ちょっとこの前巨人純正でボコボコ行かれたんで、ちょっと今日は結構戻してね、はい。まあ右バッターが多いんでね、代打結構出すと思うわ。もうなんかライトとか、もうスピリッツ重視で組んでます、これは。うん。大谷選手だけはやっぱりちょっと外せない。やっぱ VIP は一番大谷翔平っていう印象が多分ね、国民の7割ぐらいにはついてると思うんで、ちょっとここはね、譲れないね。ってことで早速ピッチャーダルさんでいこうかな。さっきね、リハビリアタイやったんですけど、結構打てたんで、今回はガチで、ちょっと本当の VIP をね、ちょっと今のままの VIP やったら情けないと思うんで、今回はガチで見していきたいと思います。はい、いきます。よっしゃ、これ絶対コールドするわ、俺先行やから。高校やったらちょっとね考えてなかったけど、先行なので8点取ったら、8点取れなかったらガチャ引くわ。うん、戦力強化スカウト引きます、マジで。けどマジでガチでいくからね、これ。さあ集中、ちょっと待って、ほんまに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 待って、なあ、ちょっとほんま集中する。そしてキャッチャーは小林、このバッテリーをドラゴンズ打線が攻略していくか。1回の表とは決めてないからね、2回の表で合計張ってんねん。OK、なんでマジ、ちょっとやばいって、捉えてんのに。 OKOK、 さっきホームラン打ったよ、もう塁出てるよ。 OKOK、 もうベンチ、今もうベンチっす。はい、ベンチで見て、これ残像よ。もう今筒香選手ベンチで見てるから、今ギータの打席背中見てるから、ギータの背中見てるから今。いや、やば、ちょっと待って、ほんまにやばい、マジで。リアタイやめたいもん今、もうあの超高速フェードしかもう練習したくない今。もうランク戦やりたくない、触りたくない。もうランク戦に触れたくないっす今僕。いやー怖いなーこれ。よし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 、ストライクいくなよ。おー、ナイスボール。よし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 。わあ、秋山さん、なんかスピリッツ負けてんねんけど、さっきから。なんで？危ない。危なあ。甘い。甘いよ。よし。これ勝ち負けっていうよりも、ほんまに8点入れるか、今。戦力強化スカウト引くって言っちゃったからな。よしよしよし、ちょっとこの回やって入れないとやばい、貼って入れるよ。ただ黙りすぎんのもちょっと動画的にあれやからな、ちょっとトークはするけど。初球、OK、よし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 、入るな。よし、なんで入るなやの、入れ。さあ集中していこう、とりあえず点数入れないと。あー、ナイスボー、ナイスボー。超高速フェードで大野選手は見てたから、まだなんかあれやな、打てる気がする。
長打警戒に変えたぞ。ってことは早い球勝負か。よし、さあ全出しせいやよ。怖いよ。はい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 、もうツーシーム来たら運ぶからねこれ。はい、モーター長打警戒してる。よしよしよし、あっとあっとって言ったよ今ヒットやね。うん、ここちょっと変えようかな。ここちょっと、ああ、俺栗原選手満塁男つけてないわ。まあいいか、ちょっとここ栗原選手いくわ。あれ、ちょっと待って、ファーストオーラー、あ、守れるか栗原選手。オッケーオッケーオッケー、満塁男つければよかった。あれ、うーわー、ここで由伸選手か。まあ広角出た、オッケー。面類男つけとけばよかった。はい、モーター、え、こけただけや今ショートな。ショートこけただけ。さあ8点取るぞ。よし、今見えてた見えてた、いける。さあサウスポー流れてます。不適切、抜けろ。よっそりゃ腕組むわ石井監督。よし、テッド。さあサウスポー流れてるよ。よいしょ、まあまあギセった。オッケーオッケーオッケー、あと4点。うわやば、めちゃめちゃ能力下げられたけど打つ。さあ今年の WS は大谷選手どんな能力で出るやろね。強化されて出そうやけどな、こんだけの成績残してたら。まあちょっと最近不調やけど。よし、流せるからね今のビップはもう。いやマジで8点取れるよこれ。いけるいける、全然いける。よし抜ける、よし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 。さあこれホームランで、さあ来ました、最大のチャンスです。歩かすか、歩かすんか。え、あーい、おーボールか広角出てる、オッケーボール。さあさあもうホームランよこれ。おっと変えるね、それ変える。え、送るんじゃんこれ、敬遠するんじゃん、さすがにか。うわー、ここで石川選手か。うわ全部消された。ちょっとこれは満塁ホームラン厳しそうやね。やばい、ギータ任した。なんで出えへんねん、タイピン出てる出てるな。おっしゃ、オッケーオッケー、とりあえずターン立てつなごう。ホームランは無理やとしても、おっいったか。うわー、ほじゃねえんだよ、試合中に歯を見せるな。まあ歯ないけどね長寿君。ここでドラゴンズ守備を変えてきました。まあ、コールドはコールドやけど8点入れれなかったから、まあこれはガチャかな。うん、まあけどこれ何があるかわからんからね。もしかしたら打つなよ、もしかしたらこれね、あの1点でも取られた、1点でちゃう、ね、追いつかれたら下手しい、あのあれがあるんで、あの延長があるんで、はい、皆さんもしこのシーンが流れてるってことは追いつかれてる可能性ありますからね。そうやね、追いつかれたら、いやちょっと待って、あ、そっか、あこれは多分戦力強化スカウト引いてるな。いやー有言実行できんかったか。はい、はい、ってことでガチャ。はい、ということですね、戦力強化スカウト引いていきます。あのもう狙いの選手はね、ソン・チャーホー選手です。はい、あれ、あ、ないか。ソン・チャーホー選手が出たら当たり、お願いします。なさそうやなこれちょっとまた S 出るまでやろうな。うん、多分ですけどね、多分 S 出るまで引いてるでしょう、おそらく。はい、いやまたこれハマりそうやな。はい、まあエナジーはあるんで。はい、勝った、よっはっはっは。2回目、あこれしかも2枚引きあるぞ。え、2枚引きある、ソンチャーを2枚引く可能性ある、これ。おい、来ました、はい、2枚引きで打つやろ。はいはいはい、でこれでチャホったでしょ、これでチャホります。でからのチャホ2枚引きでからの限界突破できて、ソンチャーを使ってみた動画ができるパティンやねこれ。はいはい、オッケー。はい、まだ来ますよ皆さん、まだ来ますよ、まだチャ掘りますよこれ、多分ですけど。はいはい、え、おお宮城選手来たー、幻突できる、もう一枚、あざした。